じゃんけん、その勝敗は時に人の人生を大きく変える。じゃんけんポン。今回はそのじゃんけんに命をかけて人生を切り開いたある少年を紹介しよう。俺の名前は立川博士。最初はグー、じゃんけんポン。比較的内気な性格ではあるが、友達もちゃんといる平均的な高校生だ。しかしあらゆる場面でそんな役回りの多い人間だった。しゃーはい、また負けだ。最大の原因がじゃんけんの弱さだ。じゃんけんなんて運だろうと思うかもしれないが、よっしゃー、知恵の隣の席は俺ね。人生を振り返ると、俺はここぞっていうところは全てじゃんけんに負け続けてきた。そして今日も嫌なことが起きる。じゃあ新学期の最初の授業は友達作りからだな。好きな人と組んでペアワークをやってもらうぞ。出たよ、好きな人とペア組むやつ。小心者の俺にとって好きな人と組むってのは地獄の所業なのだが。確か組んだっけ、俺と組まない。え、ゆうたくん俺なんかでいいの。なんと向こうから話しかけてきてくれた。ほっと胸を撫で下ろしたのもつかの間、もう一人が話しかけてきた。ゆうた、俺も余っちまったから組んでくれよ。今立川君と組んだところだからな。ゆうた君と仲良しのしゅん君、なんか妙な展開になった。嫌な予感がした。きっと。じゃあ3人でじゃんけんして勝った2人がペア組むか。いいね、そうしよう。やっぱりな、人生の至るところでじゃんけんが提案され運命を分ける。そしてじゃんけんポン。よっしゃ、ひろしの一人負け。案の定俺はじゃんけんに負け、一人ぼっちになった。立川は先生がペアになるから安心しろ。こんな感じで俺は大事な場面で常にじゃんけんに負けてきた。よし、放課後の掃除はヒロシな。よろしく。参加しようぜ。掃除や荷物番、俺は人生のチャンスからことごとく見放されていたのだ。一生こんなことが続くのか。そんなある日のこと、ふとネット掲示板を覗くと気になるものを発見した。じゃんけんの神様が教えるじゃんけん教室、うさんくさと思ったが、その時の俺はじゃんけんで勝つことに対し上にも似た感覚を持っていた。何か現状がマシになればとりあえず行ってみることに。あーボロい、怪しい匂いがプンプンするな。家の雰囲気は最悪、どう考えても人生の成功者じゃない。しかしまあここまで来たんだし。ごめんください。ああ君か、連絡をくれたのは。私がじゃんけんの神様こと英吉だ。見た目にもバッチリ怪しいおっさんが出てきた。しかしこの人が本当にすごかったんだ。ところで君はなぜじゃんけんが強くなりたいんだ。はあ、実は俺はこれまでのことを洗いざらい話した。ふんふんと聞いていた英吉さんは、じゃんけん、いきなり仕掛けてきた。ぽい。ああだろうな。もう一回お願いします。ポンポンポン。何度やっても負ける。どうしてだ。ヒロシ君、君はじゃんけんを運で決まると勘違いしているだろう。え、じゃんけんは気持ちだ、つまり心理戦なんだよ。心理戦。君が弱い一番の原因は戦う前から気持ちが負けていることだ。よく聞け。一つ目は、弱気なやつはついつい気持ちが閉塞的になってしまい、グーを出す傾向にある。次に二つ目は、じゃんけんの掛け声を大きな声で言うことで相手は萎縮してグーを出す。ちなみに大声で掛け声を言うやつは気が大きくなりパーを出しやすいんだ。あ、確かにじゃんけんする前から弱気になっていたかも。と、ここまでは基礎だ。次は応用編。これは心理学を用いたテクニックだ。修行は大変だが、ついてこれるかな。はい、ぜひ教えてください。それから3時間、英吉さんのじゃんけんテクニックをみっちり伝授してもらった。英吉さんからの教えをもらった後、いろんな人と対戦しまくった。母さん、じゃんけんしよう。行くぞ、じゃんけんぽい。あら、負けちゃった。強気に出るとやはりグーを出される。不意打ちはさらに本能が出るな。じゃんけんを繰り返す特訓の日々は続いた。お兄ちゃん弱。人を見下していたり考えるタイプはチョキが多い。複雑な手の動きだから本能的にはチョキは出しにくいのだ。勝ったり負けたりを繰り返し、俺は着実に成長を遂げていった。特訓を繰り返して3ヶ月、じゃんけんの勝率は8割ほどに成長した。勝てる。次はもっとプレッシャーのかかる場面での勝負に挑むことにしよう。いらっしゃいませ。じゃんけんに勝ったら3割引きのキャンペーン中です。あ、やってみるか。リッツァ、挑戦するかい。中年男性か。仕事や家庭でのストレスがあるはず。このタイプは怒りをぶつけるようにグーが多い。じゃんけんポン。おお、アイコですね。何、焦るな。アイコの場合も想定済みだ。英吉さんの教えを思い出せ。いいか、アイコの場合はそれに負ける手を出すんだ。人間の心理上、同じ手を出す確率は 15% 以下だ。そう、人間は変えたがる生物なんだ。ポン。ありゃ負けだ。おめでとうございます。ありがとう英吉さん、ありがとう。俺はじゃんけんが強くなってるよ。それから俺の人生は豊かになっていった。勝った。よし、立川の班から修学旅行の体験内容を決めていいぞ。ナイスヒロシ。
じゃんけんで俺の中の小さな世界に革命が起きた。たかがじゃんけんだって本気で向き合えば人生をも変えられる。俺はじゃんけんを極めてみせる。そして今、エンゲージに見せられた少年少女の物語が始まる。ジャンケンが勝負の鍵を握る新競技エンゲージ。互いにオープンになっている手札から最善の一手を選べ。仲間とのトレーニング、交流、絆が君を強くする。各キャラクターごとに異なるシナリオ展開、充実の育成要素が君の魂を揺さぶる。エンゲージソウルズ2020年夏配信予定。詳細は概要欄をチェック。